計測クイズ、意外と難しい砂時計問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、3分の砂時計 A と5分の砂時計 B を使って1分を測ってください。時間計測開始までの準備があって良いものとします。では解説をします。まず2つを同時にスタートして、A が終わった時点で3分経過し、 B には5-3で2分分の砂が上にあります。ここで A をひっくり返して、 B が終わったら1分を測定開始です。この時点で A の上に1分分残っているので、A が終わったらそこまでが1分です。第2問、5分の砂時計 A と7分の砂時計 B を使って4分を測ってください。時間計測開始までの準備があって良いものとします。では解説をします。まず2つを同時にスタートして、 A が終わった時点で5分経過し、 B には 7-5 で2分分の砂が上にあります。ここで A をひっくり返して計測開始です。 B が終わった時2分経過しており、 A の下に2分分残っています。ここで A をひっくり返します。 A が終わったらそこまでが4分です。第3問、
4分の砂時計 A と7分の砂時計 B を使って9分を測ってください。時間計測開始までの準備はないものとします。解説をします。まず A と B の両方をスタートして、A が終わった時点で4分経過で、 B の上には3分分残っています。すぐに A をひっくり返します。B が終わったとき7分経過しており、 A の上には1分分残っています。ここでB をひっくり返します。A が終わったとき、8分経過しており、B の下には1分分残っています。ここでB をひっくり返します。B が終わった時点で9分計測終了です。おまけ問題です。一つずつある2g と 7g の分銅と天秤ばかりを3回だけ使って塩の山から 50g 取り出すにはどうしたらいいでしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題が解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。